ということで皆さんこんにちは、ヨウムです。今回からスカイブロックを3人でやっていきたいと思います。スカイブロックって空島が何個かあるやつだよね。ああ、まず木1本とチェストしかない島から始めるんだよな。それじゃあ早速スカイブロックをやっていきましょう。はもうこの島は私が支配した。これからは私が一人で実況していくぜ。どうぞどうぞお好きに。じゃあ私たちはどっか遊びにでも行きますか。ごめんごめん、冗談だから実況しよ。好きあり、おや。早速スカイブロックをやっていくんですけど。おこのチェストの中にマグマと氷が入ってるな。ってことは丸石製造機を作れってことね。とりあえず木でも掘りますか。そうだね、じゃあ木を取っていい？いいですよ、取っちゃってください。でもその状態で木を掘ったら落ちていかないか。大丈夫だよマリサ、こうやって木に頭をこすりつけながら掘れば。ほら、アイテムを落とさずに木を掘れたよ。いやでもそれは危ないだろ。この島どうやら高さ3ブロックあるようだから2マス掘ったらどうだ。どういうこと？2マス掘った分のブロックで敷地を広げるってことですね。なるほど、でも実況者だしそんな甘えたことできないでしょ。急にめたいな。思ったんですけど、この木から苗に落ちなかった場合ってどうなるんですか？どういうこと？いや、苗に落ちなかったら木が今ある分しかないなって。ああ、苗木が落ちなかったら積むな。は？つまり、最初からやり直しってことだな。嘘じゃん。さすがに最初からは面倒ですね。まあ実況者3人いるし大丈夫だろ。待って、苗木落ちなくない？本当に怖いんだけど。よかった、無事苗木が落ちました。これで最初からやり直さなくて大丈夫そうですね。もしかしたら2個目も落ちるかもしれないから全部削っちゃおうぜ。あ、2個目の苗木も落ちましたよ。これで苗木がなくて木に困ることはなさそうですね。よし、土を削って敷地広げたから丸石製造機作ろうぜ。ヨウム、丸石製造機って作り方わかる？わからないですね。ダメだな、ヨウムは。ってことは霊夢さんはわかるんですか？いや、もちろんわからないけど。ダメじゃねえか。まあ任せろ、ここは私が作るぜ。さすがマリサ。やっぱり持つべきものはマリサさんですね。一家に一台は必要ですよ。なんだよ、その家電みたいな言い方は。やっぱり一家に一台はドラえもんかマリエモンはいりますよね。マリエモンってなんだよ。ですよ。いや、意味わからんわ。やっぱり作り方わからんかったわ。ここまで作ったはいいが、待って、どっちが水だっけ。待って、これ私たちマイクラ実況者だよね。今時こんなスカイブロックを初見でやれる人いないですよ。マグマこっちだったっけ。そして反対側に水を置いたら完成のはずだぜ。氷って壊したら水になるんでしたっけ。おう、氷は壊したら水になるぜ。それじゃあ氷置いちゃっていい？置いちゃってください。でもこれってマグマ置いた後氷置いても大丈夫かな。あれどうだったっけな。怖いので一回マグマ回収してから氷置きましょう。確かにその方がいいな。今水消えたら色々と積むから慎重に行こうぜ。これでできたはず。やったー。これで一安心ですね。ここまで来るのに結構苦戦しちゃったな。よし、スカイブロックこれでクリアっていうことで。いや、はいよ。まだ私たち何もしてねえじゃねえか。でもなんか丸石製造機できただけでも達成感すごいですね。ほら、ヨウム、木のピッケル作ったよ。危な、霊夢さん気をつけてください。近くにマグマあるんですからね。大丈夫、燃えた時は燃えた時じゃん。いや、資源少ないから気をつけろよ。皆さん、石が掘れましたよ。やったー。とりあえずこれで丸石ブロック無限だね。皆さんも丸石掘ってみますか？ああ、じゃあ私が掘ろうかな。いや、私が掘りたい。なんでだよ。やっぱり面倒だからいいや。マリサが掘ってよ。気が変わるの早いな。お前の気は 5G かよ。ということで丸石が集まってきたので下に敷地を作りましょう。水で下がりながらブロックを置けば安全に置けるな。でもちょっと水の流れが邪魔なのでせき止めちゃいましょう。いきなり水の流れが。待ってヨウム、なんで水せき止めたの？こっちばっかり見てないで助けてよ。早く丸石壊して水流して。ヨウム。食べたがってた計画であげるから助けてマリサ。ありがとう。やっぱりマリサしか勝たんわ。今まで一緒に頑張ってやってきただろ。待って、言葉と行動も反対なんだけど。マリサさん、どこ行ったの？ヨウム下だぜ。下。なんでマリサも下に来たのさ。お前が殴ったからだろ。水バケツって今どこですか？私の手元だぜ。つんだー。これってもうどうしようもないですよね。あ、もう戻る術もないし、この実況も終わったな。ということで、この実況シリーズも完結です。ご視聴ありがとうございました。いや、終わらねえよ。ということで、最初からやり直してここまで進めました。実はここまで来るのに4テイク目っていう。しマリサ、これは言わないお約束だったじゃん。まあ、木を削って苗木が落ちてこないなんてこともありましたからね。もうほんとここまで来るのにめっちゃ時間使ってるよ。まあ、とりあえずひたすら丸石集めて違う島とか探しに行こうぜ。あ、マリサさん、半ブロックでマグマと水塞ぐのいいですね。そうだろ、よそ見したらマグマに落ちそうだったから安全にしといたぜ。さすがマリサさん。もっと褒めてくれてもいいぜ。この取れ高潰し。うん、なんかごめんよ。霊夢さん、もう私はここまでみたいです。もう落としてください。ダメだよヨウム、一緒にここまで頑張ってきたじゃん。ヨウム、どうしたんだいきなり。だってお腹が空いてて体力回復できないんですよ。そんなことかよ。じゃあなんかご飯食べて回復すればいいじゃねえか。そんなのもったいないじゃないですか。霊夢さん、押さないでくださいよ。絶対に押さないでくださいよ。うん、わかった。いや、そこは押せよ。なんで霊夢さんが飛び込むんですか？いや、私が飛び込む流れだったのかなって。どこにそんな流れがあるんですか？落として欲しそうだったから落としといたぞ。マリサさんにはもうちょっとためらって欲しかった。
皆さんすごい発見をしてしまいました。どうしたんだ。それがですね、ちょっとチェストを漁っていたんですよ。その時にすごいものを見つけました。すごいものなんてあったっけ。それがですね、この赤いポピー、そして黄色のタンポポ、最後に白色のフランスギク。え、これがすごいもの。ふふ、なんとこの花3人のイメージカラーになってるんですよ。さあ、おのおのの仕事にさっさと戻るか。うん、そうだね。いや、時間も惜しいし、石でも掘ろう。うわということで、島からちょっと移動した先に何個か島を見つけました。上にあるのはどうやらジャングルの島っぽいな。奥にも島が見えるけど、先にジャングルの島に行ってみますか。うん、ジャングルの島に来たけど、チェストとか何もなさそうだね。でもスイカとジャングルの木は回収できたから収穫はあったのぜ。これで食料不足とかも解消できそうですね。帰ってきたらマリサさんが植林場を作っていました。ねえ、蜂がいるよ。ほんとだ、木に蜂の巣ができてる。これで蜂蜜とかも取れそうだな。ジャングル島の上にインコがいたので懐かせようと思います。ヨウム種は貴重物資だから、なるべく少ない回数で懐かせろよ。任せてください。これでも一応実況者ですから、一発で懐かせてみせますよ。ほい、懐きましたよ皆さん。え、一発で懐いたのか。え、そうですよ。なんだ面白くないな。なんで残念そうなんですか。肩にインコが乗った。めっちゃ可愛い。ジャングルの島から少し先に行ったらパンダの島がありました。パンダって懐かせることできたっけ。確か懐かせられない動物だったと思うぞ。じゃあ避けて先の島に行ってみますか。ヨウムパンダの島の先になんかすごい島があるよ。この島は寺院ですかね。寺院ってジャングルにできる構造物だよな。それじゃあ早速中に突撃しようよ。そうだな、早速入ってみようぜ。お宝とかあるんですかね。ちょっとヨウム、その前にこのアイテムを渡しておくぜ。アイテム？中に敵とかいるかもしれないし、石のツールだけでも持っといたらどうだ。それは助かりますね、ありがとうございます。じゃあ代金を払ってくれ。お金取るんですか。そりゃそうだろ。何円なんですか。10円。いや、すごい良心的。って中にクリーパーが。うわー、びっくりした。霊夢、もっと気をつけて進もうぜ。大丈夫、もう他に敵はいなさそう。さっきの爆風で穴が開いたので起きないよう気をつけてくださいね。あ、みんなお宝チェストがここにあるよ。お宝チェスト、一体どんなアイテムが入ってるんですか。運金とかですか。思ったよりしょっぱいですね。上とかは特に何もなかったから、この島はもう何もなさそうだな。それじゃあ拠点にアイテムを持って帰りましょうか。みんなここに寺院の島から持って帰ってきたアイテム入れといたよ。で、ここにダイヤあるじゃないですか。え、でもさっきの島にダイヤとかなかったよな。実はですね、さっきのお宝チェストにダイヤが入っていたんですよ。マジかよ。まあ一つのドッキリですね。で、このダイヤで何か作るか。やっぱりダイヤといえばあれじゃないですか。うんうん、そうだよね。やっぱりダイヤで作るべきものはあれだよね。あれってなんだ。ということで、ダイヤをすべて使ってクワを作りました。いや、どこにダイヤ全部使ってクワ作るやついるんだよ。いや、ここにいるよ。ふざけんな。でもこれダイヤ使っちゃってよかったんですかね。あ、確かに、ここで使うのはやばいかもな。じゃあ責任を持って飛び降ります。もう飛び降りの抵抗なくなってんじゃねえか。ということで、寺院のあった島に行く途中に2つの島を見つけたので行ってみましょうか。片方は私が道を繋げておくから、もう1つはヨウム頼んだよ。わかりました。上まで繋げて水で降りればいいですね。霊夢さんが繋げてくれた島に来ました。ここはどんな島だろうな。うん、見た感じ鉱石いっぱいあるし、鉱石島？鉄とか銅があるのはありがたいですね。で、下に反応した洞窟がある。ってことは、ここは反応した洞窟島か。あ、ウーパールーパーがいる。めっちゃ可愛い。私が繋げた島に来ました。水で安全に降りていきましょうか。ヨウムさん落下死してるんですが。気のせいじゃないですか。ほら、無事に島に到着しましたよ。いや、お前それ実況者の特権使ってるだろ。この島はどうやら鉱石島っぽいね。なんか鍾乳石がたくさん生えてますね。そして拠点に帰ってきたら、なんか丸石製造機が2連結になってました。こうすれば2人で掘れるから効率が2倍になるな。私はこっちでいろいろしてるから、石掘りは2人で頑張ってね。お前も仕事しろよ。いや、私はちゃんと仕事してるよ。何をしてるんですか。ちょっとヨウム、こっち来てみてよ。ほら、釣堀兼温泉を作ったよ。なんで一緒にしちゃうんですか。ちゃんと魚釣れるのか。うん、しっかり釣れるよ。これで深刻な食料不足も解決だね。そういえば今更だが、このスカイブロックの目標ってなんだ。あ、スカイブロックの目標ですか。やっぱり全ての島を攻略して三大ボスを倒すとかどうかな。それありだな。あと最後に自分たちの島も作りたいよな。じゃあこれからその3つを目標にやっていきましょう。ということで、今回はここまでです。霊夢さんやマリサさんの視点も上がっているので、ぜひ見てみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で、皆さん、ここに羊が湧いてますよ。え、羊？ほんとだ、2体湧いてんじゃねえか。動物が湧くように土で敷地作っといてよかったね。ちゃんと湧くかわからなかったけど、湧いてくれて安心ですね。それじゃあこの動物を移動させて柵で囲うぜ。こんな感じで拠点の端に石の柵で囲う感じでいいですか。あ、いい感じだな。じゃあ無事囲えたので、霊夢さん、羊をこん中に入れてください。わかったよ。早速こん中に羊を幽閉しちゃいます。閉めちゃってヨウム。わかりました。うん、無事羊を隔離できたし完璧だな。じゃああとは小麦で増やすだけだね。よし、他の島から土を回収してきたから畑を広げといたぞ。それでもまだまだ土が足りなさそうですね。まあまだ未探索の島に土があるかも、だから見つけ次第拡張していこうぜ。そうですね。みんな、ベッド用意したし寝ようよ。お、ベッド作ってくれたんだな。で、このベッド、それぞれのメンバーカラーになってるじゃないですか。まあ、ヨウムのベッドは灰色じゃなくて白なんだけどね。お前もなかなか粋なことするじゃねえか。えへへ、そこまで褒めないでよ。この地球上で一番気が利くなんて。そこまで褒めてねえよ。
そして気づいたら脇歯のとこに鳥もスポーンしてました。鳥は卵で増やせるから1匹でいいのはいいよな。おい早く卵産めよ。マリサさんダメですよ、鳥にパワハラしたら。でもすぐ卵産んでくれたら焼き鳥が早く食べれるんだぞ。焼き鳥。おい鳥、早く卵産めよ。飯の力って怖いな。じゃあ今から敵モブが湧くための湧き層を作ろうと思います。恐れはいいな。糸とか骨があったらいろいろ便利だからな。もしかしたらゾンビからジャガイモや人参もドロップするかもしれないし。確かに敵モブからドロップするアイテムはこの世界だと貴重ですから。うわこれシフト押しながらブロック置いてくの怖いな。頑張れヨウム。私はそこら辺で遊んでるから作り終わったら呼んでね。いや霊夢さんも仕事してください。うん、湧き層の範囲ここまででいいですか。ヨウムなんで私がいるのに削ってるの。大丈夫ですよ、この距離なら飛び越えられます。確かにアスレプロと呼ばれた私なら大丈夫なはず。綺麗なフラグ回収だったな。作ってる最中に丸石がなくなったので丸石を集めています。そしてマリサさんが丸石製造機を3人で掘れるようにしてくれました。もうマリサさん人形にしなくてよかったのに。いや今マジで丸石枯渇してるからお前もちゃんと仕事しろよ。わかったよ。ということで湧き層が完成しました。うん、これだけ広かったら何かしら敵モブ湧くだろ。でも作った後にわかったんですけど半ブロックには敵モブが湧かないっぽいので時間の無駄でした。悲しい。湧き層から少し伸ばした先に砂漠の島がありました。これってチェスト開けたりしても砂が下に落ちていかないよね。確か砂って下に落ちていきましたよね。でもこの場合糸が引いてあるから大丈夫だぞ。ほんとだ、糸が引いてあるので大丈夫ですね。さての糸はマリサ。マリサで、それは前も言ったけど中島みゆきさんの糸な。ってヨウムもしかしなくてもうんち？そんなことないですよ。っていうかこのチェストの中に黒曜石があったからネザーに行けるようになったね。スカイブロックの世界のネザーもどうなってるのか気になるな。やっぱりネザーもスカイブロック仕様になってるのかな。でももうちょっとこの世界の島を攻略してから行きたいですよね。ああ、それもそうだな。スカイブロック。いや少しでも時間があったら足場の丸石を確保しないと。ってやば、私としたことが勢い余って違うとこ壊しちゃった。マグマ垂れて危ないから塞がないと。え、ヨウム、なんか急に丸石製造機動かなくなったんだけど。何言ってるんですかマリサさん、そんなバカなことあるわけ。て、塞ぐところ間違えてマグマ消しちゃってる。え、ヨウムマグマ消しちゃったの？すいません。でもマグマもうないし製造機使えないからこれからどうするの？これは、終わったな。誠に申し訳ありませんでした。それじゃあもう今日は遅いし寝ようか。そうだな、寝るか。え、霊夢さん、何してるんですか私のベッド。ちょっと、霊夢さん、どこへ。今日からヨウムのベッドここだから、お前の席ねえからみたいになってるな。霊夢さんほんとごめんなさい、許してください。何そこで突っ立ってんの、ヨウムのベッドあっちでしょ。マサラタウンから出直してきな。く、こっちが 100% 悪いから何も言い返せない。ということで最後の希望をかけてネザーにマグマを探しに行くことになりました。でもネザーにマグマあるのかな。なかったらもうこのスカイブロック生活終わるからない方が困るのぜ。てか黒曜石ちょうど10個しかないから置くの怖いな。置きミスしたらほんと終わるから気をつけろよ。うん大丈夫。いやもうほんとネザーに行ったら目の前にマグマあってくれ。っていうかなかったらほんと困る。さあどうだ。終わっちゃ。見た感じ近くにマグマはなさそうだね。ん、これまたやり直して5テイク目始めなきゃいけない感じ。でももう結構進めちゃったからめんどくさいな。周りに島とかなさそうだし、チェストにもマグマないし。ということで長らく愛されたシリーズですがこれで打ち切りということで。いやーほんと短い間だったけど楽しかったのぜ。それじゃあエンディングです。どうぞ。どうやらこのマップにはネザーにもいくつか島があるようでそこにマグマがあることにかけて探しています。でももう丸石も使い切ったし木材のハーフで探すしかないのぜ。ってなんか画面の下に見える。え、ヨウム島見つけたのか。めっちゃ大きな島ですしこれは期待できそうですよ。それじゃあ私たちもすぐヨウムの方向かうね。合流して島に上陸したところ運よくマグマがありました。よかったなヨウム、これでこのスカイブロック打ち切りにしなくて済むぞ。いや本当によかったです。二人とも探してくれてありがとうございました。何言ってるのヨウム、困った時はお互い様じゃない。そうだぜ、私たち友達じゃないか。二人とも。その代わり私たちのチャンネル紹介しといてね。あーよろしくな。いやよくが見えじゃないですか。じゃあまだ私たちにはネザーは早いと思うからマグマだけ取ったらすぐ帰ろうぜ。そうですね、わかりました。いや無事ネザーからマグマを持ち帰ってきたんですけど丸石掘れることって幸せだったんですね。もうヨウム、これからは丸石製造機のマグマ潰さないように気をつけてね。あーそのことなんだけど二人とも前回鍾乳石手に入れたからこれでマグマ増やせないか。天才じゃん。なんで私たち今までマグマ1個でやってたんだろうね。もしこれで増やしてればさっきの事件も笑って済ませれたのに。でも動画のネタになったので OK です。スカイブロック。霊夢さん、何してるんですか？あ、これはね、編集部屋を作ってるんですよ。編集部屋？って一度入ったら10分も編集しなきゃいけないんですか？って何さっきからこの編集部屋に入れようとしてくるんですか？ほい、じゃあヨウム10分間編集してね。やだー、編集したくないー。で、お前実況者だろ。砂漠の島から少し先に行ったらなんかでかい水に囲まれた島がありました。これは何の島だ？ほんと何の島だろう。ってみんなこんなとこに宝箱があるよ。宝箱、一体どんな宝が入ってるのかな？あ、チェストあった。ってなかなか潜れない。いけたいけた。
お皆さん海の中心が入ってますよ。ってことはここは宝島ってことか。宝の島を見てみたんですがもう何もないっぽいので途中にあったピラミッド島に行きましょう。で、ヨウムここにチェストが置いてあるよ。ほんとだ、チェストがありますね。ちょっと私周りに何かないか探してみるね。そうですね、周りを先に見ますか。じゃあ周りに何もなかったから早速チェスト開けよっか。そうですね。ってなんか近くから爆発音が。あれ？うわー、危な。ってこれ普通のチェストじゃなくてトラップチェストだったんですか。でもチェストだけ残ってくれたのは良かったね。いやほんと危なかったんですから気をつけてくださいよ。さらに途中に廃坑の島を見つけました。エンチャントの金リンゴが入っていたな。廃坑特有の毒蜘蛛スポナーもあるね。でも蜘蛛スポナーって経験値トラップも作りにくいし、スポナー枠だったら外れだよな。でもマリサさんこの世界だと糸が手に入れられるので当たりですよ。そう言われればそうだな。糸？もうそのネタはいいわ。拠点に戻って違う方向に行ってみたら3つ島を見つけました。なんか3つとも寒いところにありそうな島だね。早速行ってみよう。一番近くの島は針葉樹林の島かな？ってなんでこんなに鳥がいるんですか？いやいや気にしないでくれ。別に最近至るところに卵投げるのがハマってるだけだ。いやそっちの方が心配ですよ。ってなんでさっきから卵ぶつけてくるんだよ。ここ狭いから危ないだろうが。うわー。さ先の島探索しよっか。そうですね。スカイブロック。氷の島に来たが先になんか鎌倉みたいな島があるな。なんか中にいません。ここからじゃよく見えないから行ってみようぜ。よし先の島まで繋いだよ。なんかいると思ったのは村人ゾンビでしたか。でもなんで村人ゾンビがここにいるんだろう。でここに金リンゴがありますよ。ここの醸造台に弱体化のポーションが入ってるから治療して村人にしろってことね。それじゃあ二人とも村人治療しちゃってもいい？いいぞ。やっちゃってください。それじゃあ行きますよ。ほい。そして金リンゴを、ぽい、これであとは待つだけだな。ヨウム無事村人治療成功したよ。さすが霊夢さん。まあ、私失敗しないので、でもこれはゲームだし村人治療に失敗とかはないんだけどな。マリサ氏、それを言っちゃおしまいだよ。取引してくれるものは特別とかではなさそうだね。それじゃあ今から村人を拠点の方へ輸送していこうと思う。でもスカイブロックの世界だと運ぶの難しくないですか？なので橋をかけて拠点に運ぶんですが、今回は用意したものがこちらにあります。3分クッキング？頑張れーマリサー。ゴールはもう少しですよ。フレイ、フレイ、マリサ。何このリレーで最後にゴールする人が応援されてる時みたいな。ということでマリサさんが村人の家を作ってくれました。でもこれって家っていうより家だよ。牢屋。家だよな。そうですね。っていうか牢屋で思い出したんですがマイクラ脱獄を投稿しているのでよかったら見てみてね。唐突な宣伝。ちなみに私も同時投稿しているよ。お前もかよ。ということで今回はここまでです。他にもいろいろな動画を投稿しているので見てみてね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それじゃあまた新たに島を3つほど見つけたから行ってみますか。そうだな。待ってよーみんなー。霊夢さん早く来てください。早く来ないとさっさとクリアしちゃうぞ。それはないよ。じゃあ霊夢も来たことだし見えた島に行ってみるか。一番手前の島は白樺島ですね。ハチさんがいるね。まあこの島も後で解体しましょうか。ハチさんかわいそう。そしてその先の島には鉱石島がありました。お石炭とか鉄とか必要だったから助かるな。でみんなこっちに結構大きな島があるよ。おお、あれは沈没船島だな。じゃあ石炭や銅とかの鉱石を回収していってみましょうか。沈没船には宝箱がいくつかあるらしいから探してみようぜ。そうですね。お、早速一つ目の宝箱を見つけたぞ。で、マリサさんここにダイヤが入ってますよ。マジかよ、他にも鉄と金が入ってるのもラッキーだな。みんな他にもお宝チェストがあったよ。どこにあるんですか？こっちだぜこっち。あ、ほんとだ。中には何が入ってるんだろうな。めっちゃ強い革のブーツが入ってる。でも革なのがもったいないよな。もう他にお宝チェストはないかな？あったあった。宝の地図と本と紙が入ってますね。みんな大体探したけどもうチェストはなさそうだよ。じゃあアイテムだけ回収して拠点に帰るか。スカイブロック。マリサさんが雪無限製造機を作ってくれたので今は雪を掘っています。これで丸石での足場から雪での足場に帰れるな。でもこれ丸石掘るのと雪を掘って雪ブロック作るのどっちが早いんですかね？ん、多分それは丸石の方が早いな。じゃあ丸石でいいじゃん。ということで雪を結構掘ったので雪合戦をすることになりました。それじゃあ始めるぞ。よーいスタート。で、霊夢さん開幕から投げてくるなんて卑怯ですよ。この手の勝負は先手必勝って言葉に限るんだよ。よしマリサ落とした。じゃあ二人とも私に神戸を垂れてもらえます？そんな上下関係を決める勝負だったっけ？今はさっき見つけた白樺島と鉱石島を解体しています。土とか木材は必要だったからありがたいな。それじゃあさっさと解体しちゃいましょう。霊夢？そういえば島を削った土お前が持ってたよな。いやいやこれ私のせいじゃなくてヨウムのせいだよ。どういうことですか？私の録画を見てほしいんだけど、一旦マイクラ落としたんだよね。そして入り直したら。ヨウムが下削ったから落ちたんだよ。ちょっと待ってください。私削ってませんよ。え？じゃあ録画見返しましょうよ。これがさっき霊夢さんの録画のシーンですよね。あ、霊夢がログアウトしたな。それでこの後私の足元をヨウムが削るはず。まあ見ててください。あれ？霊夢が戻ってきたな。
し頑張って建築してみたよ。これは何ですか？用務正規？これは誰が見てもトイレでしょ。いやどこをどう見たらトイレなんですか？でトイレめっちゃ鳥に人気じゃねえか。霊夢さん鳥にだったら建築めっちゃ上手いんじゃないですか？いや全く嬉しくないよ。じゃあ前回紹介した宝島の近くに2つ島を発見したので行ってみますか。霊夢さん遅いですよ。待ってよ用務、ちょっとみんなのいるところどっちだっけ？迷ってるのかよ。ピラミッド方面ですよ。あそっちね。じゃあここで待ってますね。てあえ、ヨウム？まさか落ちてないよな？あれ？よし、霊夢さんを迎えに拠点に戻ってきましたよ。で、お前それたたたんに滑り落ちただけ。いや、霊夢さんが心配だっただけですからね。ヨウム、これはさすがに現場にいない私でもわかるよ。滑り落ちたんで。ということでね、先ほどの2つの島さっさと探索しに行きましょう。あれ、今私カットされたよね。何言ってるんですか？私がそんなことするわけないじゃないですか。いや、しっかりやってんだよな。皆さん、ここ鉱石島じゃなくてアメジスト島でした。このアメジストの独特な音めっちゃいいですよね。耳が気持ちいいのぜ。マリサ、私より先に登らないでよ。で、霊夢何してくれてんだよ。いや、マリサが死ぬと思ってなくて。ごめんねと伝えたくて。ふざけんな。こっちの島はキノコ島だね。ムーシュルームがいるからキノコシチューが無限に取れるな。あと霊夢ハサミでこの土が取れるか試してくれ。じゃあ取ってみますね。やっぱりシルクタッチしか取れなさそうですね。ハサミでワンチャン取れると思ったんだけどな。何してるんですか霊夢さん。これハサミでムーシュルーム普通の牛にできるの？知らなかったんかよ。ごめんねと。もういいんですよ。あー無限食料が。ごめんって、私がムーシュルームになるから。なんでだよ。なもんさげーダメですか？ダメだよ、ムーシュルームなんていなかったんや。そして寺院から伸ばしていったら森の洋館の島がありました。いやこれ今までで一番でかい島だよな。ってやばいやばいやばい、おいボスのエボーカーが玄関にいるじゃねえか。じゃあここに逃げ込めるように防衛拠点を作りましょう。こんな感じで水を流して敵モブだけ上がれないようにするか。でもこれだったら上がってこれないですか？そうだな、じゃあちょっと水の場所変えるか。よいしょ。マリサさん急に叫んでどうしたんですか？って用務助けてー。もうマリサはすでに希望を捨てていた。しかしその時一筋の光が現れた。マリサ、助けに来たよ。は、その声は霊夢じゃなくて霊夢役のナナモンさん。諦めないでマリサ、今の私には翼があるから。これでマリサを上まで引き上げるよ。任せたナナモンさん。おやあ、そういえばこの羽付け羽だったわ。おいー、ということで森の洋館攻略しに行きましょう。あれ、さっき入り口にエボーカーいたよね。こっちにいますよ。って一発でこんな食らうんですか？用務、周り隙目の前に固定してあるので全然平気なんですけどね。じゃあパパッと攻略しちゃいましょう。嘘、2体は無理。マジクリーパー一発。さあ拠点に帰ってのんきに釣りでもしましょうか。勝手に帰るな。全然エボーカーいませんね。何体かはいるはずなんですけど、あと地味に湧いているビンディケーター一発がめっちゃ強いから油断できない。こっち側って探索したっけ？あ、エボーカーいたいた。ってやばいやばいやばい。ちょっと誰か連れてきて一気に倒しますか。霊夢さんを連れてきたので特攻したいと思います。ヨウムエボーカーどこにいるの？こっちですよ。じゃあ特攻しましょう。ほんとだ、いたいた。おら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 。無事倒したね。なんか思ったより弱かったですね。っていうか、節のトーテムゲットしましたよ。ヨウム、私も節のトーテムゲットしたよ。多いですね。見たい見たい、私にも節のトーテム見せてくれ。って見たいって言いながら殴ってくるな。なんで二人とも殴ってきたの？節のトーテム使っちゃったじゃん。いやいや、節のトーテム持ってたから殴ってほしいのかなって。そうですよ。いや、二人の倫理観どうなってんだよ。ってみんな、ここにエボーカーがいるよ。ほんとだ。ってここに3体もいるじゃないですか。やばい、さすがに3体はまずい。ちょっと一旦退散しようぜ。そうですね、一旦引きますか。ということで作戦会議しますか。いや、なんでこんな狭いところでするんだよ。でもなんか狭いところって妙に落ち着きますよね。めっちゃわかるそれ。でどうするんだ、あのエボーカーたち。もうこうなったらゴリ押ししましょう。結果ゴリ押しかよ。でも嫌いじゃないですよ、この脳筋的思考。オラ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 。よし、無事討伐しましたよ。私の方も終わったよ。私も倒し終わったぜ。ってことは無事討伐完了ですね。なんか強行突破だったがうまくいったな。脳筋最高。あれ、ヨウム、ダイヤのクワの新品が入ってるんだが。新品、こっちに使いかけのダイヤのクワが入ってますけど。は、どういうことだよ。もしかして霊夢か？まあそうですね。もしかして作ったってことですか？まあ詳しくは私の動画を見てください。唐突な宣伝かよ。じゃあ私の予想は森の洋館のチェストに入ってたで。これが当たったらナナモンさんのおごりで焼肉行きましょう。それがいいな。そして外れたらナナモンさんが1ヶ月断食で。ラマダーンかよ。そんなことしたら私死んじゃう。みんな、ここでちょっとキャンプファイヤーしようぜ。って何してるんですか？森の洋館木造建築だから全部燃えちゃいますよ。いいじゃねえか、取れ高取れ高。もうこれ実況者の闇見えてるよ。もう白熊じゃなくて黒熊ですよ。いや、顔に対して体のクオリティ低すぎるだろ。おかげさまで中は穴ぼこばかりですね。うわ、これマグマが死体されていっててすごいことになってますね。今なんか空飛ばなかったか？どうしてこうな
さあ。いや、マリサさんのせいですよ。二人とも正面からはあんまり変わってないように見えるけど中とかすごいよ。いや、これ雨降ってるからこれぐらいで収まってるけど晴れてたら全焼だな。何このメリーゴーとお別れするシーンみたいな。もうなんかこれを見たら今までの思い出が蘇ってくるね。ワンパンされた思い出や、瞬殺された思い出。いや、やられた思い出しかないな。てか思い出も何もここ数十分ぐらいしかいねえだろ。許さねえからな。は、これは森の洋館の声？恨まれてんじゃねえか。うわ、中に天然のアスレチックできてますよ。でも思ったよりブロック残っちまったな。じゃあみんなこの森の洋館を解体しようぜ。は？は？どうしたんだ、いきなりため息ついて。いや、なんでマリサさん前回森の洋館解体なんて言ったんですか。いや、だって動画映えするじゃないか。確かにそうですけど、これは作業量多すぎですよ。いいじゃないか、作業することは気持ちよくないか。全然気持ちよくないですよ。そんなこと言うの作業中のメトクマさんだけですから。なあヨウム、お前も作業中にならないか。いやですよ。さ、結構ブロック壊したから正面から見てみましょうか。半分以上なくなっていたらいいな。よし、エイペックスとかでもしようかな。逃げるな。私は大砲よ。く、やるじゃないヨウム。霊夢さんもなかなかやりますね。ここだ。よし、霊夢さんを落とした。ってなんで落ちてないんですか。全然落ちてないよ。おかわりいただけますか。ただ定食屋でおかわりするやつじゃねえか。画面中央の霊夢に注目していただきたい。使ってないって。よし、ここだ。やばいやばいやばい。壊した。うわあ。さあ、遊び終わったらさっさと解体しろよ。え？なんか森の洋館焦げ臭くない？さあ、今日も森の洋館解体頑張るか。でも結構残ってたからまだまだ時間かかりそうだな。え？待って、皆さん、ここにあった森の洋館は？あ、森の洋館は私が解体しておいたぞ。え、木を燃やしたとしてもまだまだブロックたくさん残ってましたよね。大丈夫だ。止まない雨がないように終わらない作業はないんだ。何がかっこいいかわかんないけど、なんかかっこいい。マリサってもしかして暇じさ、一人一人の編集部屋を作ったぞ。でもなんで真ん中だけ鉄のドアなの？まあ真ん中は霊夢の部屋だからな。え、これさっき暇人って言われてたの根に持ってますね。ヨウムも鉄のドアにしておこうか。まあマリサさんは多忙ですから。まず最初に無限マグマ製造機を4つにしました。これでマグマをロストしても大丈夫ですね。そして自動釣り機ができました。ヨウムこれさを投げたら自動で引き上げてくれるから見ないでも簡単に釣れるよ。便利ですね。そして前々回連れてきた村人の食用を用紙にしました。自動釣り機で魚たくさんあるからこれでエメラルド楽に手に入るぞ。あと地味にバケ作れるのもありがたいね。畑も移設して少し大きくしました。前までの畑は結構狭かったからな。そしてマリサさんが自動焼き鳥製造機を作ってくれました。死にまくって食料なくなってるからこれで食料問題解決だな。そしてまだ完成してはないですが、簡易なアスレチックを作りました。ちゃんと動画撮る用の足場も作ってるの偉いな。いや、褒めるとこそこですか。ヨウム、このアスレ簡単すぎるよ。え、そうですか。まあ、ナナモンさんは統合版の歴戦個体実況者ですから、こんなの余裕ですよね。そうだよ、こんなアスレ見ないでもクリアできるよ。うわぁ。ねえヨウム、このアスレムズすぎるよ。そうだぜ、なかなかクリアできないのぜ。もう皆さんダメですね。じゃあこのアスレの作成者の私の華麗なる動きを見ててくださいね。え？あの、大丈夫、私たちは何も見てないからな。ヨウム、なんか駅前に美味しいケーキ屋できたんだけどおごろうか。なんか逆に気を使われる方が辛いですよ。もういっそのこと笑ってくれた方がマシです。ふ、笑うな。ということで、現世の浮島探しをしていたら、なんか島がありました。これは何の島だっけ？この島はだな。あれなんだっけ？ちょっと調べるのも面倒なのでコメントで教えてください。いや、雑な米募集。じゃあ早速突撃しましょうか。ヨウム、私は先に突撃してるよ。待ってくださいよ、霊夢さん。みんなここにチェストがあるよ。お、ちょっと中身を確認してみますか。全員ちゃんと瓶が入ってますよ。これ結構レアアイテムじゃない？うわ、クリーパーがこんなところに。あ、ちょっと待って待って待って。マジでほんと死んじゃう。すいません、霊夢さん間違えて殴っちゃいました。いや、ヨウム、これ絶対わざとでしょ。実はわざとよりのわざとです。それはわざとなんよ。さっきの島の奥にサバンナの木の島がありますね。これも一応全部解体しておくか。そうですね。ということで、今霊夢さんとマリサさんに見つからないよう隠れています。あれ、二人ともどこ行った？隠れているから見つけてみてよ。わかったぜ。とりあえずこの島木材でできてるし燃やすか。で、ストップストップストップ。いや、どこに隠れんぼで燃やして見つける人がいるの？ここにいるぜ。やばいって本当に。お二人とも見つけたぜ。それは見つかりますよ。まあ、ヨウムに関しては足場が消えて落下死したんだけどね。あ、島が。まあいいじゃねえか、どっちにしろこの島も解体する予定だったし。ということで、さっき探索した二つの島を解体しました。ということで、このスカイブロックシリーズ初のボス戦です。あれは海底神殿だな。コンジットも作ってきたし、できる限りの準備はしてきたよ。よし、じゃあ早速海底神殿に突撃しよう。ヨウムボートを置いたから後ろに乗って。わかりました、乗りましたよ。それじゃあ突撃。
よし無事着陸できましたね。じゃあまずここに簡単な防衛施設を作ろうぜ。じゃあちょっとした安全エリア作るから待ってね。いやお前ここにこんな休憩スペースいらねえんだよ。何言ってるんですか、ボス戦ですよボス戦。いや関係ねえだろ。もう私攻略しないでここで休憩しておきますね。逆効果じゃねえか。じゃあ素敵な休憩スペースができたことですし、コンジットの設置のためにプリズマリンレンガ取りましょうか。業務どれくらい集めればいいの？ですね、このように設置するので16個ですね。牛乳で状態異常を解除して掘っちゃいましょう。うわガーディアンの攻撃すごい邪魔ですね。で採掘速度低下ついた。これ石ツールで採掘するの無理じゃないか？いやそんなことはないですよ。攻撃されないで急いで掘れば。あ、無理だわ。もうここはコンジット作るの諦めて無理やりと釣ろうぜ。確かに何回もリスポーン繰り返してボス倒した方が楽そう。さすがに3人ですしすぐ終わるでしょう。この3人の実況者はまだ弱小装備での海底神殿攻略を舐め切っていた。あれ海中ってこんな息続かなかったですっけ。やばいやばいやばい、もうダメージくらい始めてる。あまあ入り口のルートは分かったので次こそは。無理だこれ。これ入り口1個しかなくてルート限られてるから無理じゃない？もうやだ。これクリア不可じゃないのか？そもそもボスまでに行きか続かないですね。マリサほんとやばいマジで。いやこれライン電話の発信音だな。まあもうちょっとだけ試してみて無理だったら違う方法考えようぜ。よしみんなエルダーガーディアンを一匹倒したぞ。お、ナイスです。やるじゃんマリサ。じゃああとの2体も頑張ってね。いやお前たちも頑張るんだよ。もうこうなったら編集で倒した風にならないですかね。いや無理だろ。そや。おや。やったー。倒しましたよ皆さん。いやバレバレだわ。ということでマリサさんが2体目のエルダーガーディアンを倒してくれたのであと1匹ですね。でも最後の1匹が見つからないね。で見つけましたよラストの1匹。マジかよ。じゃあ応援に向かうから場所教えてくれ。皆さんここに最後のエルダーガーディアンが。あほんとだいたいた。よしここはもうゴリ押しで戦おう。そうですねわかりました。とやーやったー。ついに最後のエルダーガーディアンを倒しましたよ。やったねこれで海底神殿完全攻略だよ。もう攻略するのに何回死んだのかわからないですよ。うわ皆さんブロックが掘れますよ。いやブロックが掘れるのは当たり前なのよ。でもなんか掘れなかったのが掘れるようになったの感動だね。ということでブロックが掘れるようになったのでコンジットを設置しました。まあ絶対順序逆だけどな。じゃあこれで海底神殿攻略ってことで。ということで木の島を見つけました。いやさっきのは触れない方向性で行くんだな。この木の名前なんでしたっけ？この木はダークオークだな。じゃあもうこの島も解体しちゃいました。ました方法。じゃあ解体終わったし帰ろうぜ。そうですね帰りますか。あー解体作業疲れた。え？ヨウム、霊夢さん。この時二人の思考は必然的にも一致した。うわ、危ねえ。ごめんって二人とも。ここは沼地島ですね。これで全ての木の島を見つけました。さっきの島の先にまた新たな島を見つけました。これは魔女の家島だな。じゃあ早速突撃しよう。魔女の家ってことはウィッチがいるのかな？帰る用の水は垂らしておくからお前たち先に行ってていいぞ。さすがマリサさん気が利きますね。じゃあ入り口から入っちゃいましょう。家の中に魔女はいないね。あ、でも大釜がありますよ。確か大釜の水に染料を使うとこんな感じで染めれるんだよね。ってなんで燃えてるんですか？もしかして私がこの大釜に入ったから。やばいやばいやばい、木材でできてるから足場なくなっちゃう。とりあえず安全な場所に避難しましょう。避難できたんですがなんで燃えたんですか？って魔女の家燃やしたのマリサさんのせいだったんですか？バレてしまったか。なんか目の前が赤色になってるんだけど、これどうなってんの？ちょっとアスレチック改良してみました。こういうキストンを使ったアスレチックいいね。ボタンを押してキストンが出た瞬間飛び乗るって感じですね。まあ別にそこまで難易度は高くないかなって感じです。じゃあ霊夢さんやってみてください。さっきのヨウムミスってたよな。よしここまでは順調に来れたよ。でもその先が4マスジャンプなのでなかなか。いけたよ。いけたいかい。ヨウム霊夢に続いて私たちも行こうぜ。そうですね。今回はこのアスレクリアして終わりますか。そろそろいい時間だからな。マリサさんちょっと私から先に行ってもいいですか？おいぞ。まあ最後に取り残される方がプレッシャーかかりますからね。はあ、ちょっと待てよ。よし成功した。なんで成功するんだよ。マリサここは責任重大だよ。無駄にプレッシャーかけるなよ。じゃあ行くぞ。よっしゃー、成功したぜー。でも困りましたね。何が困ったんだ。落ちどうしよう。そんなことかよ。みんな私に考えがあるよ。考え？これが本当のラカオシ。いや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 、なんなんですかこの状況は。ヨウムいきなり叫んでどうしたの？そうだぜ、数分前のこと忘れたのか？なんかツイッターに通知が来たんだけど、どれどれ。あ、メンションされてる。なんかあったのかな？テトさんが行くなら本気でやる。本気でやるって何をするんだ？おいマジかよ、後には引けねえぞ。後に引けないってどんなことするんですか？海底神殿石ツールで解体するか。お、バカ野郎。何考えてるんですか？海底神殿石ツール解体なんて頭おかしいですよ。そうだよねマリサおかしいよ。いや霊夢さんも何も突っ込まず了承するのやばいですからね。何が？オケカモンですか？でもヨウムもノリノリだったじゃねえか。そうだ、じゃあ。ということで解体のための
休憩スペースを作りました。でも後でこれも解体するからただ作業が増えるだけじゃない。何も言うな。でも丸石製造機とかは必要なので無駄じゃないと信じたい。ということでじゃあ海底神殿解体していきます。いやこんなただ削る画面いらねえだろ。なんてこと言うのマリサ。だってこんな作業中話つなぐなんて至難の技だろ。確かに納得するなよ。ってマリサさんイルカがいますよ。イルカ？ほんとだイルカがいるな。なんかマリサさんの方寄ってってますね。かわいいじゃねえか。さっきのは全然撤回するわ。イルカって攻撃してくるんですね。てか私攻撃してないのになんで敵対してくるんだよ。やっぱりイルカって賢いんだね。どういう意味だよ。いやほんと石ピッケルだと掘るの遅いですね。もうこの感じだと終わる未来見えないですよ。この時ヨウムは考えた。果たして私たちは何のためにやっているのかを。そうこの海底神殿解体は暇つぶしのため始めたのである。対してこの解体作業には意味がない。やばいマリサ、ヨウムが壊れた。ねえヨウムマリサに内緒で拠点に帰らない？それはいいですね。今マリサさんは神殿解体に集中してますから、今のうちに帰っちゃいましょう。ふふ、今マリサは私たちがちゃんと仕事してると思ってるはず。だから拠点でサボってると知ったらどんな反応するのかな。楽しみですね。ということで霊夢さんと拠点に帰ってきました。あれ、ヨウムと霊夢は？ヨウム、マリサ気づいたっぽいよ。これでディスコでマリサさんに拠点でサボってることを伝えて。やっぱりか、お前たちのことだからそんなことだと思ったぜ。まあ私は仕事してるからちょっと休憩したら戻ってこいよ。ヨウム、どうしよう、マリサが頭おかしくなっちゃった。でもマリサさん前からこんな感じじゃなかったですか？何言ってるのヨウム。だってただでさえ掘りにくい水中での解体だよ。ドラウンドやガーディアンもいるのに。確かに、これはマリサさんに呪いがかかった。とりあえずマリサさんの元へ行って連れて帰ってきましょう。マリサさんもう帰りましょ。もうこんなこと続けてたら体が持たないですよ。でも私が掘らないと。何言ってるんですか。帰りましょうマリサさん。そうだな。ありがとうヨウム。私はその言葉を待っていたんだ。頑張りましたよ私たち。あ、来た来たマリサ。もう海底神殿解体なんてやめよ。あ、そうだな。こんな馬鹿げたことはやめて帰るか。なわけねえだろバカ。うわマリサがおかしくなった。ちょっと待ってマリサ。ヨウムここは強行突破だ。無理やりにでもマリサに解体をやめさせる。わかりました隊長。隊長無事ベッドの破壊が完了しました。よくやったヨウム隊員。これでマリサを討伐すると拠点に帰還するはずだ。直ちにマリサを見つけ次第攻撃を開始する。隊長ターゲットが見つかりません。何姿を消したのか。だが奴はここから出てないはずだ。隅から隅まで洗い出せ。了解しました。隊長ターゲットを確認しました。よくやったヨウム隊員。直ちに私も合流する。ターゲットを目視。待てマリサー。あとは任せたヨウム隊員。隊長はやられたけどマリサさんを追い詰めましたよ。うごごごごごごご。ヨウム助けてくれ。なんか体がハマって抜け出せなくなった。マリサさんこれはもう解体をやめるように海底神殿も言ってますよ。やだ私こんな窒息で帰りたくないぜ。やられるならせめてヨウムの手でやってほしい。そんな、わかりましたマリサさん。何すんだよ。いてえじゃねえか。ちょっと待って話が違う。隊長任務失敗です。何してるんだヨウム隊員。ほんと使えないな。いや隊長落下しでやられてたじゃないですか。ヨウム隊員こうなったらもう最終手段で武装強化で突撃だ。了解です。あれまたマリサさんの姿が見えませんね。んどっかに隠れてると思うけど。え？マリサ落下した。もうダメだ、おしまいだ。実況者として言っちゃいけない死に方をしてしまった。私は実況者失格だ。マリサさん大丈夫ですよ。マリサさんは5本目。徳馬さんは一生懸命取れ高を作ろうと頑張ってくれてるのがひしひしと感じました。まあここで落下しはないけど。そうだよマリサ。マリサは取れ高作ろうと頑張ってたよ。まあそこで落下はないけど。いや攻めるのか慰めるのかどっちかにしろや。スカイブロックということで、もう地上の島はエンドゲート等以外攻略したので、ネザーの島を攻略していこうと思います。確かこの島はパート2で少しだけ来たよね。ヨウムがマグマ潰してしまった時に来たんだよな。ヨウムが丸石製造機を壊した時どうなるかと思ったよ。もうあの話はいいじゃないですか。どうやらこの島はピグリン要塞島っぽいな。みんなここに金ブロックがあるよ。金でピグリンと交易できるから集めていきたいな。でピグリンがこっちに向かってくる。ピグリンは金装備をつけてないと敵対してくるんですよね。全然ピグリン倒せない。任せてください助太刀します。恐れは助かる。まあ後で霊夢さんにはお金請求しますね。え、私たちって仲間だよね。よし無事倒せました。てかこのピグリンから金の斧を手に入れましたよ。じゃあそれがお金の代わりってことで。まあそういうことにしておきましょうか。じゃあそっちの方に入り口があるから行ってみるか。そうですね。うわ穴が開いてて通るの子はこの高さから落ちたら終わりだから気をつけろよ。わかってますよ。いや今の言い方絶対わかってねえだろ。主任の真下に金の塊が。ほんとだ。取りに行きたいけど下でピグリンが守ってるね。まあ焦る必要ないからゆっくりと攻略していこうぜ。そうですね。うわまずい。近くにガストが湧いてる。ここは手に入れたクロス棒で。あ、やがないわ。もうこうなったらガストの攻撃を跳ね返すしかない。あ、チキ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 チ。何やってるのヨウム。まあ見てて。これが正しいガストの倒し方だよ。おーおー、さすが霊夢さん。ヨウム一旦さっき見たことは忘れようか。見たみんなガスト倒したよ。やっとですか。あれ？実はガストを倒すまで結構時間がかかってたな。もうマリサそれは。言わないでよ。
これ博多の塩だな。どうやらこのピグリン要塞には宝箱が隠されているようです。お、この宝箱の中身すごいぞ。ほんとだ、古代の瓦礫が入ってる。鉄剣もなかなかにすごいですね。みんな、こっちにも宝箱があったよ。こっちの宝箱には黒曜石がたくさん入ってますね。じゃあ霊夢さん、さっき入ってた金のアーマーあげますよ。で、横にマグマあるじゃねえか。危ねえ。下の方まで来ました。なんかスポナーがありますね。実はヨウムがこのブロック何って言ってたのは内緒の話な。いや、しっかりと言ってるじゃないですか。もしかしてヨウムってマイクライアップ？なわけないじゃないですか。ということで一番下の階層まで来ましたよ。なんかここにも宝箱がありますね。中身めちゃめちゃいいもの入ってるじゃないですか。これ霊夢さんたちに言わず私だけで独り占めしようかな。とりあえず反対も。うわ、こっちもこっちですごい。ヨウムそっちはなんかあったか？いや何もなかったので帰りましょう。でこっちに宝箱があるじゃん。まさかヨウム隠したりしてないよな。そんなことないよ。で宝箱の中身クソいいじゃねえか。ネザライトたくさん入ってるよ。これで最高ランクの装備たくさん作れるね。てかヨウムお前これ独り占めしようとしてただろ。まあいいじゃないですか、そんな過去の話。ってことはしてたのかよ。てか過去の話って数十秒前じゃないか。マリサさん、私は後ろは振り返らないタイプなんですよ。ああ足が滑ったー。ヨウム、後ろだけじゃなく足元も見た方がいいぞ。すいませんでした。ということでさっきの方はもう何もなかったので向こうの方に行ってみようと思います。向こうの方にも宝箱があるといいね。じゃあ手に入れたお宝チェストに入れてから行こうぜ。そうですね、こっちにも宝箱がありますね。んでもさっきの宝箱に比べたらしょっぱいね。ん？しょっぱい？はぁかぁたのしお。いやもういいわ。お、こっちにはでかいチェストがある。でネザライトと古代の瓦礫が。このピグリン要塞でネザライトたくさん手に入ったな。もうピグリン要塞に何もなかったので取引しています。ピグリン要塞に金ブロックたくさんあったから取引いっぱいできるね。じゃあ持ってる金全部買えちゃおうぜ。え、全部使っちゃうんですか？あ、この取引でエンダーパールがもらえるからな。もうここで12個集めちゃいたいな。そういうことですか。ということで全部の金を取引しました。エンパ10個しかもらえなかったね。まあ2個ぐらいだったら自力で集められるだろ。じゃあピグリン要塞攻略ってことで拠点に帰りましょうか。ってなんかできてる。あ、私が家を作っておいたよ。霊夢ってなんか家作りがちだよな。いや、私はみんなに憩いの場を提供したいんですよ。じゃあもう拠点に帰るから解体するか。いや、作った意味。あとピグリン要塞の途中に島があったので解体しました。いや雑。まあソウルサンドしかなかったしな。別にいいだろ。ということで息抜きもしたことだし海底神殿解体引き続き頑張ろうぜ。なんでマリサはそんなやる気なんだよ。いやだって解体作業楽しいだろ。おかしいですよマリサさん。何回石切ってるの、解体辛すぎて泣いてたら霊夢さんがダイヤを見つけてくれました。まさかアメジスト島にダイヤが隠されていたなんてね。でもこれでエンチャント台が作れるな。そしたら石切ってるの効率を上げれますよ。ということで早速エンチャント台を作りました。本も森の洋館にあったから最大レベルでエンチャできるな。でも思ったんだけどレベルないわ。私もないぜ。ヨウムは？私もないですよ。で私たち殴り合いや落とし合いしてるから全然レベルたまらねえや。じゃあエンチャ代は意味ない？もう釣りでレベル貯めてエンチャするしかないだろ。そういえば釣りでもレベル貯められたね。みんな1個だけダイヤ余ったからジュークボックス作ったよ。何してんだよ、貴重なダイヤなんだぞ。そういえば霊夢さん最初の方にもダイヤの無駄遣いしてましたよね。あ、ダイヤの句は作ってたしな。でもみんなこれで曲を流したら解体作業の疲れも取れるよ。取れるわけねえだろ。霊夢さんがお詫びに最強のツルハシを作ってくれました。ネザライトにして効率4つけたよ。これで解体作業もはかどりそうだな。皆さんこの最強のツルハシすごいですよ。掘ることに全然ストレスを感じない。もう石のツルハシで解体してたことがバカバカしくなってくるね。じゃああと少しで解体作業終わるのでさっさと終わらせましょう。そうだな。ということで海底神殿解体完了しました。もうなんか泣きそうだよ。最初どうなることかと思ったけどなんとかなったな。もうほんとこれからノリで行動しないようにしましょうね。そうだな、いい教訓になったぜ。皆さんなんかここに海底神殿の壊し残しがありますよ。壊し忘れたブロックなんてあった？ほんとだ。でもなんか看板が立ってる。海底神殿解体で何回神殿ねん。は？ということでまたネザーの新たな島を見つけました。この島今までで一番でかいんじゃない？これはどうやらネザー要塞島ですね。ちょっと私は遅れるから先に行っててくれ。わかりました。じゃあ突撃しよう。突撃！よし無事着地できたね。じゃあちょっと安全地帯だけ作っておきましょうか。ということで仮拠点が完成しました。今回のテーマはジュークボックスを置いてディスコ感演出してみたよ。いや必要ねえだろその要素。あとこの暑いネザーで飲む水別格だね。いや案外飲めるもんですね。え？まあ温泉兼イケスの水汲んできたんですけど。嘘やん。ということで早速ネザー要塞攻略していきましょう。ってやばい、いきなりリガスケが突撃してきた。任せてヨウム、ここは私が。さすが霊夢さん頼りになりますね。使えねえな。ヨウム？ってなんかそこにリガスケがいる。こっちに気づいてないっぽいですね。あ、気づいた。ちょっと私ハブはお断りなのでご退場ください。あ、そちらの方もポテトだけ置いてご退場ください。起こさなかったな。ブレイズロットなかなか集まりませんね。ということでマックを作りました。マックじゃなくてスポナーな。丸石を設置したのでこれで安全にポテト集められますね。いけ。今危なかったよね。そんなことないですよ。もっと後ろから殴らないとダメージ食らうからな。でもこれで着実にブレイズロット集まってますね。マリサさんとブレイズロット必要個数集め終わりました。仮拠点にしまっておこうぜ。そうですね。あ、霊夢さんそんなところでどうしたんです？あ、なんか目の前にウィザスケいるんだよね。ほい。え？
ヨウムネザー要塞に向かおうか。いやいやいや、ちょっと待ってください。何してくれるんですか。せっかく集めたポテト全部ロストしちゃったじゃないですか。まあそんなこともあるよ。ありませんよ。もうこの要塞敵が多すぎて攻略できないよ。任せろ、ここは私が。マリサ隊長。うわぁ。うす、マリサ、自らの命と引き換えに私たちを守ってくれるなんて。まあ、またすぐリスポーンできるんだけどね。寝たいよ。じゃあ私たちも行きましょうか。え？じゃあ私もマリサさんに続きますよ。おやぁ。ダッサ。うわぁ。みんな私思い出したんだが、こうやってベッドとの間にブロックを挟めばダメージを抑えながら壊すことができるんだぜ。めっちゃ便利じゃん。これで毎回拠点に戻らされなくて済みますね。ちょっと私もやってみるね。こうやって丸石を挟みながらベッドで寝ると、あちち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 、燃えてるけど生きてるよ。ちょっと私もやってみますね。まずベッドを置いてその間にブロックを挟むと、てやばこっちにいざしけが向かってくる。待って、もうやめよこのゲーム。今度こそは、こうやってベッドとの間にブロックを挟めば、やり方も見直してきたのでこれで大丈夫なはず。ほい、やったー、ついに成功したぞー。待って、熱い熱い熱い。これ燃えるの、いつ治るの。耐えられなくない。あ、キナキー、ネザーでベッド最高ですよ。喜んでいるところ申し訳ないが、ウィザスケの頭集めたいからこのネザー要塞解体しようぜ。ちょっともう一回言ってもらってもいいですか。だからウィザスケの頭集めたいからこのネザー要塞解体しようぜ。じゃあそういうことなので霊夢さん頑張ってくださいね。あ、ずるいよ、ヨウムばっかり。マリサ頑張ってね。いや、何二人とも抜け駆けしようとしてるんだよ。でもベッド解体使えば楽に解体できそうだぞ。まあ普通に掘るよりかは楽そう。じゃあ解体しますか。ということで解体じゃなくて半ブロックの脇つぶしにすることにしました。まあ解体は相当しんどかったしな。このまま続けるともう動画が出るのが3年先になりそうですよ。でもこの半ブロックも時間かかりそうだけどね。あー、ちょっと半ブロック足りなくなってきたな。でも拠点から取ってくるのめんどくさいな。じゃあヨウムちょっと取ってきてくれ。え、ふざけんな。あ、もういいですよ。もうナナモンさんと二人でイチャイチャしながらブロック持っていきますから。そうだよ、もうメトクマさん邪魔だったしちょうどよかったわ。え、待ってくれよ。お前らそんなこと思ってたのかよ。な、やっぱり私たちは三人で一つだしな。三人で仲良くブロックをネザー要塞に運ぼうぜ。もうやだ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 。作業したくない、作業したくない、作業したくない。そんな逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだみたいなこと言うなよ。いや、それ逆の意味ですよ。あー、へへ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 へ。頭がポップコーン。ヨウム、もう霊夢は助からないかもしれない。なんか私このブロック敷き詰めるの楽しくなってきたよ。え、それ本気で言ってますか。嬉しいぜ、霊夢もついに作業中の一歩を歩んでくれて。ということで要塞脇つぶし完了しました。長かった、本当に長かった。これでぐっすり眠ることができますよ。何言ってるんだヨウム、この脇つぶしをした理由ってなんだ。マリサさんの欲求を満たすためですか。ちげえよ、ウィザスケの頭を効率的に集めるためだよ。ということで脇巣を作ります。あー、へへ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 、頭がポップコーン。ということでこんな感じの脇巣を作りました。ウィザスケじゃなくてガストが湧いてんじゃねえか。あ、チチチチチチ。じゃあウィザスケが湧くまで待ってみようぜ。ということで待ってる間暇だったので脇巣を拡張しました。でもこの拡張している時間にウィザスケが湧いてないってことが怖いね。まあ運が悪いだけだよ。マリサさん、私思ったんですけど、ウィザスケが湧いたとしてこの効率じゃ絶望的じゃないですか。そんな、私頑張ったのに。ねえみんな、私調べてみたんだけど、ウィザスケが湧くところ決まってるらしいよ。え？多分ここそのウィザスケが湧くところじゃないから一生湧かないと思う。あー、へへ、へへ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 、頭がポップコーン。ということでウィザスケトラップの場所をこっちに作りました。じゃあちょっとだけ時間置いてみようぜ。そうですね、ちなみに霊夢さんは眠いらしいのでベッドへ行きました。ってマリサさんは来ましたよ。ほんとだ、ウィザスケ湧いてるじゃねえか。待って、私泣きそうですよ今。ヨウム、私も同じだぜ。ということでこれでこのシリーズ完結ということで。何勝手に完結してんだよ。あれ、寝ているはずの霊夢さんの声が。まあ気のせいだろ、今日は寝ようぜ。そうですね。ねえヨウム見てみて。おいヨウム見てくれよ。あれ、霊夢さんとマリサさん今日顔色悪いですね。いや顔色悪いんじゃなくてウィザスケの頭つけてるんだわ。ウィザスケの頭手に入れたんですか。あー、あと一つだ。あー、そうやって私ばっかり省くんだ。うわーん、なんだあいつ。私思ったんだが、最後のウィザスケの頭何かの罰ゲームで負けた人が手に入れるの面白くないか。いやー、そんな面白いことすぐ思いつくなんて私天才だな。ってウィザスケの頭落ちたじゃねえか。ということで
でネザーの島も残り2つとなりました。この島は真紅の森島だな。まあ案の定いつも通り木だけの島だね。この島も一応解体しておくか。解体し終えてネザーの最後の島に来ました。歪んだ森島だな。もうこれで地上とネザーの島は全て攻略だね。ってなんかストライダーいますね。確かこれに乗れるぞ。ほんとだ、ストライダーに乗れましたよ。え、霊夢さん何無言でこっち見てくるんですか。ちょっと押さないでくださいよ。うわー、この広い空ではないね。ということで頭も集めたことですし、今回はウィザー戦ですよ。スカイブロックでのウィザー戦だから作戦立てて戦おうぜ。でもどういう風に戦うのがいいんだろう。じゃあ私に任せてもらっていいか。マリサさんに任せます。じゃあ今回の作戦は枠を作って、その中でウィザーと戦うぞ。そしてウィザーの体力が半分を切るまでにチームに分かれて、2人がおとり役、あと1人が遠距離から無限の強い弓でチクチクウィザーを攻撃する。こんな感じで行こうぜ。それは天才かも。確かにスカイブロックは床がないから枠作るのが良さそう。ということでウィザスケと戦う場所作りました。ここは？そこは私が作った家だよ。やっぱり霊夢さんは家作りがちですよね。でこっちに気持ち程度の遮蔽物があります。まあないよりあった方がいいだろ。そうですね。でこっちから向こうにいるウィザスケに弓矢で攻撃します。中は狭めにして壁に厚みを出しました。これで楽に倒せるといいんですけど。ということで誰が弓矢役をするのか雪合戦で決めます。これで生き残った人が弓矢役な。それじゃあよーいスタート。でマリサ開始早々投げてくるのはずるいよ。日本には先手必勝って言葉があるからな。ここは二人がやり合うのを待ちますか。隙ありよ。うむ。ちょっとま、うわということで弓役はマリサさんになりました。てかなんか私ウィザスケ被ってるのに被ってない判定になってるんだけど。じゃあせーのでおこうぜ。せーの、ほい。うわやばいやばいやばい。爆発するから早く逃げろー。でもこれ全員逃げたらこっちに来ちゃいませんか。そうじゃねえか霊夢か陽夢、どっちでもいいから前に行ってくれ。じゃあまず私がこの檻の中でおとりになります。うわ爆風が。何してるの陽夢、早く中に入ってタゲ取らないと。わかりました。え、やばいやばいやばい。時間かけて作った枠が一瞬で壊された。待って、これまずくない？まずいかまずくないかで言ったらクソまずいな。やばい、ウィザー状態になってしまった。これハードモードだから食らったら終わりだよね。あ、霊夢と陽夢やられてこっちにウィザー来たんだが、うわー。待って、弓矢役のマリサもやられたんですけど、ちょっと誰か弓矢拾って撃ってくれ。わかりました、私が拾ってきます。もうこっからは弓矢役とかなしで行こう。で、ウィザスケマリサさんの方行きましたよ。助けてー。あ、マリサさんの残骸あった。弓はあるんですけど、やわ、あったあった。じゃあこの弓矢で、ほい、そい、とや、とや、そや。うわ、あんな高いところばっかいてずるいですよ。早く地上へ降りてきてくださいよ。うわー、やばい、マリサさんがやられた。は？お分かりいただけただろうか。ウィザーからではない何者かによって落とされたことを。待って、なんか仮拠点のチェストが全部壊されてる。すぐ回収してチェストに入れてくれ。ここには強い弓とかネザライトの剣が入ってるんだ。その前にちょうど持ってる弓でウィザーの体力削りたい。多分あと3発ぐらい入れたら下に降りてくるはず。うわー、おわちゃー。なんかわかんないけど弓が拾えた。これでウィザーが下に降りてきてくれるはず。え、待って皆さん、ウィザーが真下に消えたんですけど。ウィザーが真下に消えた？もしかして下に降りて落下死した？ちょっと下に行ってみるか。いや、ちゃんとウィザーいるじゃねえか。でもこれどうやって攻撃するの？これ落下判定ギリギリにいるから攻撃無理だわ。ってなんかタゲがこっちに向いて上に上がってきた。じゃあこうやって上に登っていったらウィザーも上に登ってきてくれる。うわー、無理そう。ということで気づいたらなぜか拠点にいました。なんでここにいるかは聞かないでください。まあ普通にウィザーに突撃してやられてを繰り返して、ウィザーがリスキまで近づいてきてベッド壊されたんだけどな。ああ、行っちゃうんだねマリサ。待ってください、気づいたらどんどん拠点に近づいてきてますよ。これ以上近づいたらまずい。陽夢、ウィザーが反対側行くよう誘導してくれ。わかりました。あ、ブロック持ってないから反対側行くの無理だ。あー、まずいウィザーが拠点付近まで近づいてきた。このままだと拠点が壊されちゃうよ。誰か助けてー。あれ？ウィザーが消えた？どういうことだ？もしかしてマイクラの制作者が助けてくれた？ありがとうマイクラ、一生プレイします。まあ私がピースフルにしといたんだけどね。え？霊夢さん、この度ウィザー戦でピースフルにしたらしいですが、どのようなお考えで行ってしまったのでしょうか。これ以上戦いを続けると精神崩壊しそうだったので。でもピースフルにするなんてほぼチートですよ。あんまりだー。命がけでー。みんなの拠点守ったのにー。まあいいんじゃないか、実際最小限に抑えられたが被害は出たわけだし、視聴者も許してくれるはずだ。そうですね。ということでこの長きにわたるスカイブロックシリーズを応援してくださった方々ありがとうございました。またみんなで実況とかやれたらいいね。あ、そうだな。ありがとうマイクラ、そしてまた会う日まで。おまけ。
ということで今日はエンドラ討伐していきます。今日で最終回だね。ああ思ったより一瞬だったな。じゃあ最後のエンダーパールはめちゃっていい？はめちゃっていいですよ。本当にいいの？さっさとはめろよ。じゃあはめるよ。ほい。あれ？エンドゲート開かない？っていう夢を見ました。ポータルの向き間違ってたのは内緒ですね。バリバリ言ってるじゃねえか。バリ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 。そういう意味じゃねえわ。バリバリ飲み食ってんのか。よしついにエンドに来ましたよ。どんな感じのせ？うわぁ。これ本当に言ってます？なんか想像してたエンドと違うんだけど。まあスカイブロックだしな。てかお前らどんな想像してたんだよ。こんな想像？めっちゃ楽じゃねえか。クリスタルも一個しかないし。てかなんだよ上の謎の生物。誰がどう見てもエンドラじゃないですか。誰がどう見てもエンドラじゃねえだろ。こんな可愛いエンドラいたら買うわ。じゃあまず道つなげてく？そうだな。霊夢頼むわ。任せて。とりあえず一番近くの塔までつなげたよ。じゃあこっからはしごで上に登るか。そうですね。私はしご持ってきてましたっけ。うわぁ。もうなんでエンドラ突っ込んでくるんですか。ってマリサさんすごいところにいますね。私もいくらプロになれるかもしれない。でもそれどうやって上がってくるの？あ。てかこのエンドラのブレスで通れなくなってる。いけないかな。いた。いけなさそうだな。まあ消えるまで待つしかなさそうだね。よし登り切って最初のクリスタル壊せそうですよ。おいなやっちゃってくれ。じゃあ行きまーす。ほい。で死んでんじゃねえか。いやアイテム取ってこようとしただけでわざとですからね。ほんとか？ごめん嘘。ということでこの調子でどんどん壊していきましょう。早く壊しに行かないとエンドラに突撃されるからな。こういう感じで身をもって説明。ちょっとうわぁ。霊夢さんザタッチみたいに言わないでくださいよ。言うたいな。で霊夢さんたちが気を引いてくれてる間にエンドクリスタルまでたどり着けましたよ。よし壊した。おーナイスだぜ。よし3つ目のクリスタルも見えてきた。でもこっから少し行ったところにもう1個あるんだよな。せっかくだし道だけでも繋いじゃおう。うわぁ。よくばらなければよかった。待ってエンドラが突撃してきた。うわぁ。待ってアイテム全部落ちてったんだけど。ということでいろいろなことがあってクリスタル全部壊しました。いろいろなことってなんだよ。いろいろは霊夢さんが弓でクリスタル壊してここまで削ってくれたんですよ。それ一番言わなきゃいけないやつだろ。弓矢は任せて。私たちはベッドを持ってきたのでこれでエンドラ倒します。 RTA とかでよくベッド爆発使われてるよな。じゃあここにベッド設置しておいて。どう削れた？あんまり削れてなさそう。マジか。とりま真ん中にベッド設置しておきますか。よっこいしょっと。って間違ってクリックしちゃった。何してんだよ。よし今度こそは絶対に成功させるぞ。あれ入れない？待ってエンドいけないんだけど。あれエンドラ動いてる？動いてないな。マリサがワールド使ったでしょ。使ってないわ。てか使えねえわ。ちょっとワールド入り直してみるか。そうですね。あれ？ワールド入れないんだけど。ちょっと待ってみるか。うんそうだね。数百年後。ああ、マリサさんや。どうしたのかの？私らいつまで待てばいいのかの？そうじゃな。ということでバックアップで戻してエンドラを倒しました。実は3回止まっちゃったっていう。なんかレルムとの相性悪かったのかな。クリスタル破壊まで戻されるの厄介でしたね。でもベッド自爆で楽に倒せたのぜ。マリサさんめっちゃうまかったですね。もう栽培マンになれますよ。やだわ。クリリンのことかー。ということで少し見えていたエンドの島行っちゃいましょう。エンドシティとエンドシップの島が残ってるんだよね。あーじゃあ早速エンドシティ島行くか。そうですね。は乗り込んだんですが敵いませんね。シューカーがたくさんいるイメージなんだがな。敵いないんじゃ楽勝じゃない？そうですね。あはは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 。マジでほんとガチでやばい。ということで上まで上がってきました。まあまだ全然シューカー倒してないんだけどね。ちょっとこのシューカーを倒してっと。で裏に宝箱があったんですよね。中にはクソ強キッケルとダイヤとダイヤ装備が入ってて、もう一個には金と鉄スコップが入ってました。おいオウムアイテム漁ってないで助けてくれよ。マリサさんそんなところでどうしたんですか。いやシューカーにやられそうで隠れてたんだ。へえそうなんですか。まあ自分で脱出頑張ってね。はふざけんなよ。死ねんな。ということで最後の島エンドシップに来ました。どっから入ればいいんですかね。ちょっと待て。うわぁ。マリサさん。まあ、いっか。よくねえよ。でどっから入ればいいんだろう。ここら辺の壁削って入れませんかね。それいいね。お、入れたよ。中はいつものエンドシップですね。お、ここに醸造台があるよ。地味にこの実況で初ですね。で霊夢さんあそこに。ヨウムなんかあったの？であれエリトラじゃん。しかも横に宝箱もありますよ。で中にダイヤ入ってんじゃん。もう一つの方の宝箱はどうかな。でこっちにはクソ強鉄装備ありますよ。やったー宝だ。これ二人で山分けしましょう。ヨウム？もちろん三人で。マリサこれがエリトラだよ。おおこのスカイブロックでもエリトラ手に入れられたな。横にも宝たくさんあるじゃねえか。そうなんですよ。よし取った。じゃあ私は用事を思い出したから。何してるの？待てマリサー。何を宝だけ取って逃げようとしてるんですか。ちょっと待って死んじゃう。おらーどけ。待ってマリサさんが抜け出した。じゃあバヨトッちゃん。うわマリサが一人エリトラで脱出した。マリサを追っかけるぞ霊夢警部。おう
マリサさんついに追い詰めましたよ。ちょっと待ってくれだぜ。もうマリサ自分一人楽に脱出してずるいよ。いいのか、私はダイヤを持ってんだぞ。まあでも最終回だし別に関係ないですよね。早まるな早まるな。下のブロック壊そうとするな。他にもネザライトのピッケルとか持ってるから。どうしますか、レイムさん。どうしよっか、ヨウム。あ、私いいこと思いついたよ。そうだよな、私ダイヤ持ってるし。チェスト持ってきたし、これにアイテム全部入れてよ。入れたら絶対私落とされるじゃねえか。アイテム入れるためビジターから変えておきますね。じゃあマリサ持ってるアイテム全部入れといて。なんで入れないの、マリサ。よく考えたら入れたら絶対落とされるじゃねえか。そんなことしませんよね。しないよ。絶対するじゃねえか。私は絶対入れないからな。ほい。やりやがったこいつ。そしてマリサは風になった。ということで、マリサさんたちが棒ゲームをマイクラで再現してくれたのでやりたいと思います。これはフォールガイズだな。今フォールガイズ無料で配布してるからね。ちなみに編集している今レイムさんフォールガイズしてます。レイムハマってるからな。マリサさんもね。でへ、それじゃよーい。スタート。手に火玉ぶつけるなよ。このステージはフォールガイズの決勝のステージだよね。あの踏んだとこが消えてくやつだね。ではー、一段落ちちゃった。よし、レイムさんは自分で落ちてった。ヨウム、ここはどっちが上か決めようか。いいですよ。でも私フォールガイズまだやってないから、私に負けたらやばいですよ。いや、このゲームマイクラだし。てかこの撮影の時まだフォールガイズやってねえわ。落ちちゃった。でもマリサさんも。ってなんでマリサさん落ちてきてないんですか。マリサもしかしてやった。マリサさん空中浮遊チート使ったでしょ。使ってねえわ。そういえばフォールガイズにまだチーターっているんですかね。よし、マリサさんを落とした。ラマに乗ってる今がチャンス。ほい。うわー、なぜかマリサさん落ちてった。マリサ一番上にいたのに脱落っていう。じゃあレイムさん優勝者は一人しかいらない。決めましょうか。そうだね。オラオラオラ。うわ危ない。やりますねレイムさん。ヨウムもね。なかなか試合が決まらない。そうだ思いついた。ここはレイムさんを精神的に攻撃していこう。レイムさん明日からフォールガイズ無料ですよ。無料最高だよな。まさか有料で買うなんて人いないですよね。うわーん、やったー。って待って待って待って、なんでマリサさん復活してきてるんですか。来ちゃった。来ちゃったじゃないですよ。もう私が優勝で終わったんですから。そんなの気に食わないわ。いやー、ということで今自分の島を作っています。最終目標に自分の島を作るっていう目標あったからな。でもなぜか資材が足りてないから、あんまりでかいのは作れなさそう。まあまあ建築は大きさじゃなくて気持ちだし。そうですよね。性格よりかを理論と同じですよね。ちげえわ、それはただ単に面食いなだけだろ。じゃあ建築はお楽しみにしたいのでカット。ということで作った島を紹介していきたいと思います。まずは私が作った島から紹介していくよ。この島は編集部屋島だよ。編集部屋。レイムさん本拠点の方にも編集部屋作ってましたよね。ああ、レイムらしい島だな。中はこんな感じになってるよ。めっちゃ快適な部屋じゃねえか。こんな部屋だったら何時間でも編集できそうですよね。この広すぎない部屋好きですよ。この部屋で飲食しながら編集したりして、おお、それは最高だな。で、流れるようにエンチャキンリンゴ食べるな。屋上はこんな感じだよ。で、ここに宝箱あるじゃねえか。宝箱？で、エメラルドが箱になってる。いや、これはカタカナの絵だよ。紛らわしいわ。で、ジュースボックスで音楽流しちゃったりして、こんな感じの部屋だよ。めっちゃいいじゃないですか。ということで、私が作った島はこんな感じですね。この島は？この島はレイムさんと同じ編集島です。は？どういうことだよ。まさに編集という名の鳥かごを表した作品です。謝れ、編集は楽しいだろ。ってのは冗談で、このスカイブロックの全てを詰め込んでおきました。冗談だったのかよ。でもスカイブロックってこんな感じだったっけ。まあ主にボス戦3つを凝縮しました。なるほど、つまり地獄ってことね。それで伝わるのやばいだろ。まあわかるが。で、マグマを止めるとこのカゴの中に入れます。ほんとだ。で、このカゴは海底神殿の逃げられない解体を表してます。うんうん、結構点数高くないですか。3点。うわー、これで私の島紹介終わりです。じゃあ私の島紹介いくぞ。私の島はこれだ。ぐはー、おろ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 。二人ともウィザーに対して拒否反応を起こしすぎだろ。なぜかウィザー見ると拒否反応を起こすんだよね。めっちゃわかります。じゃあ道つなげるからウィザー島に行こうぜ。やってほしいことがあるんだが。やってほしいこと？今渡したマグマでウィザー討伐しないか？天才ですか？確かにウィザー討伐できなかったからね。それじゃあ準備はいいか？バッチリだよ。じゃあマグマオーケー。ほい、じゃあここから逃げよ。そうですね。うわ、なんか私泣きそうですよ今。あの憎きウィザーに一矢報いたね。ということで、これで3大ボス無事全て撃破ってことで。これでこのシリーズの目標全て達成だね。ということで、スカイブロックシリーズこれで完結です。いやー、本当に長いようで短かったね。まあパート数7とかだしな。本当に2人とものお世話するの大変でしたよ。こっちのセリフだわ。まあなんかこのスカイブロックいろいろあったね。ああ、ヨウムがマグマ潰して積みそうになったり、海底神殿丸石ツールで解体したりもしましたね。ウィザー戦で拠点破壊されかけたりとかね。まあ大変だったこともあったけど楽しかったね。ということで、これでこのスカイブロックシリーズ終了です。また次回新しいシリーズでお会いしましょう。バイバーイ。